はい、どうもです。今回はね、サムネタイトルにもあるように、まあ、デッキ見てもらったら分かるんですけど、ほかほかホリデー、ほぼほかほかホリデーのデッキでやって、サイキック方向強化をやっていこうかなと思っております。それでね、先言っときますが、今撮ってんのが夜中の3時なんで、ちょっと声が、まあ、マイクで撮ってるんですけど、ちょっと声がちっちゃくなるのは許してください。で、そう。なんでこのデッキに至ったかというと、まあ、夜中、まあ、サクセス回してたんですよね。もう日付変わる頃に。変わった頃か。かパワースポ見て、なんじゃこりゃってことでこのデッキなんですよ。いや、マジで何が強いか分かんなかったんですけど、これ見たらあれっすね。スペシャルタックボーナじゃない、小粒なを重視したデッキで、水木が 200%、名字も 200% だったっけ、山口もなんかめちゃめちゃ高い値持ってる代わりにやる気ボーナがないみたいな、そういうデッキなんですよね。なぜそれでどうなんかみたいな話で、もう一発ね、まあ、試しでやってみたら、まあ、ちゃんと更新してしまったので、まあ、これはさすがに動画に収めざるを得ないってことで、まあ、撮ってるって感じです。で、まあ、どうだろう。で、一応ね、このデッキ、まあ、もちろんね、その、小粒な固めで来たんですけど、デッキの形式上、これ、ほぼほぼ急速変化固めにもなっちゃってるんですよね。なんで、それが強みである一方で、また弱みでもあるのかなと思ったんですけど、言うてね、経験点が分散しなかったんで、いや全然このデッキ強いっすね。まあ一つ難点を言うのであれば、水木がコントロール鍛錬なんですよ、こいつ。なんで、あれなんですよ。この超能力発言。まあ普通2種類の呼びキャラって25、25のはずなんですけど、水木の場合、0、0、0、50とかなんで、まあそのバランスが悪いね、みたいな感じが、まあ一つ注意点なんではあるんですけど、なんていうかめちゃめちゃハマったね。まあこの高校のギミックって、まあ強化ルートになって新しくやる気ボナの大事さ、まあ運営もそう言ってたんですけど、まあ従来ね、まあ骨イベボナの大事さっていうのはこの高校であって、まあ直接ギミックの経験点に関わってくる中で、うん、めちゃめちゃ強かったね。うん、やっぱ骨ボナ高いキャラいると、まあその超能力、練習での経験点がめちゃめちゃ取りやすいですね。感想も今回、まあ、複数回来てくれたので、そこら辺で強かったと。で、まあ、ずっと自分がやっていたその体力回復どうすんねん問題も、名字の持ち込みによってどうにかなりましたし、めっちゃいいですね。あとね、このデッキの立ち回りとしては、やっぱコツを取ることもね、それは大事なんですけど、山口でスタミナコツ、名字でコントロールコツを取れるんで、コンスタをね、上げることも、まあ、今回大事になってくるんじゃないかなと思います。今回割とね、コンスタ上げていったんですけど、まあ、スタミナに関してはほぼほぼまあ、80近くの値で上げたいですね。もう、80までは軸上げして、まあ、そこから上げていく形になるんですけど、全然強いです。コツあったら本当に違うわ。なんで、なるべくね、基礎能力を上げていくっていうのも今回意識してやってまいりました。で、一応ね、注意点としては、山口の、金徳の山口が、ちょっと、新変幻自在で被っちゃうので、そこら辺は、二次得にできるように気をつけないといけないって感じですね。で、そう、めちゃめちゃ経験点伸びてるんだよな、これ。ほぼほぼ、セクイチあたりから経験点は出てたと思うんですけど、まあ、どちらかを捨てる代わりに圧倒的などちらかを手に入れる。まあ、今回で言えば、やる気ボーナスを捨てる代わりに圧倒的な骨イベボーナスを手に入れるって形なんで、まあ、そういうね、まあ、割り振った考え方はいいんじゃないかなと思います。てか、パワースポ見なかったら絶対にこんなアイデア浮かばなかったよね。何が強いのかって思ったんですけど、全然いきましたね、本当に。うん、練習固めでも。まあ、今回、水木が、そうだね、あんまし、その、クエアボヤンスに来てくれたんで、超能力発言が。それでのおかげでバランスが取れたのかなとも思うんですけどね。で、一応注意点としては、やる気ボーナス、を重視したいのであれば、白むくかぐやを、まあ、明神か山口のどちらかと入れ替えで入れるのも、まあ、デッキとしては見たんですけど、まあ、どうなんでしょうね、そこら辺は。まあ、かぐや、白むくかぐや自体も体力回復イベントいっぱいあって強いんですけど、まあ、となると、でも、明神は骨イベボーナス 200% で、で、パワー取り持ち込み、で、山口は新変幻自在要因、あと、スタミナコス、コンコツがそれぞれ2キャラ取れるんで、まあ、外す意味があるのかって考えなんですけど、どうなんでしょうね。うん。で、ちなみにルーカスはレベル50で、やる気が150なんで、今回結構大事にさせていただいてます。フレンドラーはルーカスにしました、だから。まあ、今まで自分で使ってたんですけど、自分のルーカス 100% なんでやる気が。で、こういう感じで開けていきますと。で、水木がね、まあ、50単体なんで、まあ、そこら辺は開けやすいのかなと思ってるんですけど、
で水木の方で 0-0 引いちゃったらその時はマジでドンマイですね。うん、てかそうかも、決まってんのか水木も、あれがだから強いのか水木は。あと、あと水木あれっすね、あの折り辺取れるんで気をつけましょう。今回ね、自分1個ポカミスしてしまってね、その進化を取っちゃったんですよ自分で。このせいでね、3球種にできなかったんですよね。マジでもったいないことしたんですけど。なんで水木がシンカーで取れるので、シンカーの変化球は自分で取らないようにしましょう。うん、他はどうかな、まあ、特にこれ以上言うことはないんですけど、あとそうだ、スタミナ軸上げは関東くんが、まあ、めちゃめちゃ頑張ってくれてるんで、まあ、関東くんに任せましょうって感じですね。で、あの入部届なしでここまで全然来てるんですけど、行けますね普通に。なんだろう、いや入部届使ったらもっと更新できるんじゃないかなみたいな話もあると思うんですけど、どうでしょうね。正直入部届を使った時の自分が想像できないぐらい今の環境でまあ満足しますね。でめちゃめちゃ覚醒してくれますね。これもめちゃめちゃありがたかった。で明神とかね、まあもともと小粒な高いキャラって小粒の経験値もバカみたいに高いですから、まあそういうとこでもまあ助かってると。なんでなるべくコツの出る練習ですね。まあ覚醒とコツと、まあそこら辺を見ながら、まあ第一はイベキャラ覚醒、まあその次にイベキャラのコツっていうのを重視していくのがいいのかなと思います。いやなんでさ、こんな夜中なのに舌が回ってんのかって話なんですけど、なんでだろうね。でなんでこんなお前遅いんだって話なんですけど、これに関しては理由がございまして、映画を見てまして、はい、めちゃめちゃ夜遅くなりました。普通にやってなかったね。あの夜の時間帯にパープルを、うん、バックトゥザフューチャー見てました。あの唯一見れる洋画なんですよね、バックトゥザフューチャーって。まあ吹き替えなんですけど、自分あんまし字幕が好きじゃなくて、そのせいでねあんま洋画見てないんですけど、まあ、皆さんおすすめの洋画とかあったら教えてください。ちょ大脱走とかも気になってるんだけどね、ちょ昔の洋画ばっかなんですけど、そう最近の洋画で面白いのとかないのかな。そのまあ、ファンタジー系が好きっていうのもありますし、バックトゥザフューチャー普通に好きなんだよな、昔見てて。まあ、それをもう一回見てるんですけど、めちゃめちゃ面白いですっていう感じで、はい、どんな、そんな話をしているうちに、まあ、どんどん進んでいきますよと。まあまああとはモブですね。でこのね、その25-25厳選の中で、まあ、40-40を引けるかっていうのも結構大事になってたんですけど、今回は引けませんでしたと。まあ、それは全然いいですね。多少のね、そのギミックのもつれとかを、まあ、単純に練習固めでの安定感、まあ、こういう感じで、まあ、3人来てくれることも普通にありますし、あとね、まあ、めちゃめちゃ高いコツイベントボーナスで、まあ、取っちゃってるというのがありますし、そう、連日3枚来るんだよね。まあ、ここが本当に今、ご利用してるなと思うところですよね、本当に。マジ強い。うん。マジでご利用してるんで、まあこれはまあ2回連続3人来てるんだよ。まあさすがっていう感じですね、本当に。で、これはもう全員覚醒しましたと。そう、集まってくれたら強いですから、これ、うん。パーセンテージも上がりますし、経験点ももらえるんで。で、今しれっと気づいたね。うん。こいつ、進化取ってやがるっつって。うん。で、クイーン心で、まあ上がこうとしたんですけど、まあカリスマ被っちゃうんで、これは諦めっすね。うん。めちゃめちゃもったいないことしたね。でこれで、そう、こういう感じで覚醒の運にもね、今回恵まれたんですよね。その今みたいにイベキャラ2体同時覚醒みたいな、そういう感じもまあ恵んでくれたんで、そこら辺も良かったと思うんですけど、でもパツ1で決まりますかこれ、本当に。いや、まさか更新かけられると思ってなかったね。さすがガチ勢っていう感じですね、本当に。感服するしかない。もうちゃんと結果出てんだからね。うん。でレスポンスも早いね。他の人たちもすぐにね、同じようなデッキで更新かけてたんで。なんでこんな夜中に撮ってんのかって話なんですけど、もう一つ、あのどうせこのデッキみんな真似するっしょ、うん、真似するんで、もうさっさと撮ってさっさと出したいんですよ。全然ね、今日寝て明日、まあ、朝学校なんで、まあ、昼から撮って、まあ、夜あの6時に上げていいと思うんですけど、まあ、それだと誰か上げてる気がするんだよね。なんでそれに負けてらんないと。合わせのパターンと一緒っすよ。合わせの動画ね、実は2日前に撮ってて、で出したのが翌日だったんで、まあ、1日間のラグができたわけですよ。その1日間の間に他の実況者が出して、まあ、2番線時間が出てしまっていたので、もうそうしないうちにもうさっさと出しちゃおうと。投稿時間は、まあ、最近6時に固定してるんですけど、6時過ぎかどうだろう。この動画がいつ上がるか分かんないですけど、昼に上がるのかな、分かんないけど、まあ、この時間にちゃんと撮ってるんで、まあ、ちゃんとしたお昼にあげることはできると。うん。ちょっとテンションが低いのは許してください。ただ、まあ、声は聞こえると思うね。で、そう。んで、コツがめちゃめちゃもらえるんで、コツ取りますと。そう、話がめちゃめちゃ戻ったりしますけど、山口で怪我のコツ。
で、クイーン心で打たれ強さのコツ。水木は、知らねえ、縁で、明神で、まあ、いろいろ他にいろいろコツがもらえるんで、マジで強いっすね。その明神がもともと抑え期間向きに作られた投手キャラみたいな感じだから、まあ、それはハマらないわけがないよねって感じですね。で、さあ、感想きました。普通に感想組んだからね。で、このデッキ見る限り、まあ、サポート欄泉谷ほぼほぼ必須なのかなと思ってます。ちなみにね、まあ、泉谷に関してちょっとこれ豆知識なんですけど、豆知識っていうかただの自分語りなんですけど、泉谷は SR だけ引いて20連目で、で速攻で既存の泉谷混ぜた41になってそれで使ってるんですけど、この関東君に関してはなんと PSR ミキサーで当てたんで、自分今回ガチャ20連で終わったっていう超幸運な状況が舞い降りたわけですよ。普通に課金意識してたんですけどね。でセクニでこれ2万出てるんで、まあ悪くないっすね、全然。セクサン2万じゃない、20万か、そう、セクサン、セクニ20万、セクサン30万が基本的な、まあ、うまくいったサクセスの傾向だったので、まあ、それ超えたらハマってるなっていう感じだったんですけど、今回はハマってる部類でしたね。でこういう感じでジグザグ開けていって、まあ、分かってる色をね、まあ、ちゃんとやっていくと。で、まあ、なるべく同時に上げていくと。で、やっぱ練習固めちゃったんで、まあ、ここもね、バランスの偏りが出ちゃうんじゃないかなみたいな思ってたんですけど、全然そんなことなくて、みんなね、まんべんなく 100% 一緒に上がってくれたんで、まあ、その影響も感じなかったですね。なんでだろうね、一応全ての得意練習に人はいるんですよ。水木がコントロールだし、感動がスタミナだし。だけどやっぱ急速変化に多く人が行っちゃうんですけど、まあ良かったっすね。で、ここで、まあ、なるべくね、だから2ターンでね、これ、超能力発言終わって、また2ターンでね、この超能力発言状態に再復帰できるっていうのが、まあ、結構大事になってくるんじゃないかなと思ってます。で、まあ基本的に開けてきたんで、まああとは、まあ、適当に開け開けしましょうと。こういう感じで常にね、誰かがめちゃめちゃ経験点出してくれてる状態になるんで、マジで贅沢な悩みっすね。まあ今ちょっとわがままってか、終わってから言うのであれば、スタミナをね、もうちょい直上げ頑張りたかったなって気持ちあるんですけど、まあ上がり幅次第はね、その時の運っていうのもあるんで、まあどうしようもないっちゃどうしようもないっすね。で、明神も、全然負担にならない経験点の金徳を取れるんで、で、コンコツ、スタミナコツがそれぞれ入ってくることによって、まあ、ちゃんと経験点も吐きますよと。で、ここもいいね。まあ、ここもいいんですけど、こっちだと2キャラ、3キャラか。ただ、こっちはスタミナ直上げできるんで、こっちと。だから普通に4桁入ってくるのに慣れてるんですけど、まあ、相当なことっすよね、本当に。で、そうだ、言い忘れてた。そう、今、ルーカスで思い出したんですけど、そう、ルーカスが友情特殊能力あるじゃないですか。かぐやをね、さっき言ってたかぐやを入れることによって、一応友情特殊能力が2枚になることもできるんで、そこら辺は伝えておきます。で、今回、まあ、このデッキの必須枠は、感動とルーカスです。なんで、真ん中4キャラに関しては全然入れ替えでいいと思いますね。ただ、まあ、個人的にはクイーン心も必須枠に近いのかなと思ってるんですけど、抜いてるデッキがパワースポに乗ってたんで、言い切れる自信がないです。はい。僕なんかの考えよりも、その偉い人の考えの方が、結果出してる人の考えの方が全然いいんですから、そこら辺見てもらったらいいんですけど、まあ基本的にはだから自分のデッキと相談だね。例えばね、トキトー君のレベル45持ってて、まあそれ以外はレベル35ですみたいな人が無理してこのデッキを組むのがいいのかっていうと、そういうわけじゃないですね。やっぱレベルっていうのも大事になってくるんで、まあ、なるべくレベルの高いキャラをどんどん使っていきたいって感じですね。その中の一つがこれって感じです。自分に関してはそうでしたね。トキトー君レベル35なんで、あまり強く使えないって中で、まあ、水木とか明治はね、レベル45で持っていたので、そこでまあ使うって感じですね。でも、言うて水木とかみんなレベル45で持ってるんじゃないかなと思うんで、持ってる人は。なんで、水木を使うのであれば、まあ、こういうデッキがいいっすね。で、まあ、誰かフレンド欄で借りるってなると、まあ、ルーカスがいいのかなと個人的には思ってますね。でも知らん間に、もうセクサのこんなターンまで来てて、時刻はもうすっかり3時半近くと。ちなみに明日の大学は9時なんで、早く寝ます。これ終わったら早く寝ます。なんで、なるべくね、喉を痛めたくないっすよね。で、3人タクト。まあ、これがね、超能力状態で起きてくれたらいいんですけど、まあ、そんな贅沢は言わずに、普通に強いっすね。だから、普通に3人集まってくれる状況がありがたい。で、アロマグッズ最強と。
アルマグッズはね、やっぱりいりますね。うん。これ見る限りマジいる。で、全員仕事。さすがにこれはここに行かざるを得ないよね。うん。なんでだろう。だからみんな集まりやすくなってるのかな。うん、わかんないですけど。今回は運なのかな、そういうのって。そこら辺ちょっと把握はしてないですけど、めちゃめちゃ集まってくるよね。うん。いつぞやと違って、うん、いつぞやのその帝王実業と違ってみんな集まってくれるのがありがたいと。で、水木が骨指めっちゃ強いと。うん。やっぱ、ほかほかさんのキャラはそのまま普通に強く使えてるね。うん。でね、しれっとこれ忘れてたんですけど、ほかほかさんのキャラなんで試合経験点ボーナスもみんな持ってくれているんで、おそらく。まあ、水木とかそうっすよね。うん。なんでそこら辺でも強いっすよね。マジで隙がないわ。うん。水木がね、葵より活躍しないと思ってたんですけど、いや、まさか水木の方に軍配が上がってんなんてのは思いませんでした。で、まあ、他のパワースポ見る限りもみんな水木使ってたんで、まあ、水木は、そういう人らの間では必須級なんでしょう、おそらく。まあ、みんなレベル50使ってたんで、でもレベル50ってあれか、PSR 覚醒で言えばコントロール上限プラス6なんで、まあ、全然 SR でも使えますと。ちなみに SR は精神ボーナス10と。まあ、それはそれ強いですね。うん。まあ、この高校、まあ、精神足りなくなることザラにあるんで。で、まあ、残り、まあ、クイーン心を覚醒させつつって感じですね。まあ、こういうところをね、もうちょいタックで拾えれば、まあ、サクセス自体は伸びたかなと思うんですけど、まあ、全然、まあ、文句はないっすね。うん、めちゃめちゃハマってます。はい。33万とか、まあ、一番今までで走ってたかな。うん、走ってたっていうか、出てたかな、経験点が。で、まあ、これは水木かな。いや、どうだろう。まあ、とりあえず駆除、気休め程度にコントロール上げて。マジでだから変化球が悔やまれるなぁ。何やっちゃったんだ、自分、本当に。で、金徳はもう、この段階でほぼ取り切ってるんで、まあ、全然余裕です。あとはね、もう余った経験点を回せばいいんでね、あれに。基礎能力の方に。あと、海岸ですね。まあ、今回、まあ、海岸ね、敏捷めちゃめちゃ余っちゃったんで、使っちゃうの悪くないと思ったんですけど、まあ、一応もう一回ね、超能力状態いけるんで、そこまで持ち越しっすね。で、まあ、明らかにね、その、査定ってか、再帰化でのやっぱ査定が伸びるようになった原因って、海岸をし始めたことなんで、皆さん海岸をしましょう、本当に。まあ、金徳一つ取れるか取れないかで、めちゃめちゃ差って出てくるんですよ、今回のオリジン。特に投手育成だとね。なんで、もしね、エース更新できない、新高校エース更新できなくて困ってるっていう人がいるのであれば、まあ、海岸はね、有効に使っていきましょう。で、今回の高校めちゃめちゃ経験点下手すりゃすぐ偏りますから、そういうのを解消するためにも大事です。で、これは、そうっすね。まあ、さすがにこれは3人の方に行きましたけど、うん。まあ、練習性能高い3人が集まったら、まあ、そりゃ強いよねって話ではある。うん。で、これターン見てもらったら、マジでギリギリです。うん。でこれも変化3人集まってくれてると。だからね、急速変化、気づけばね、うん、トリプルタックが起きてる状況なんですよね。まあ、こういうのが練習固めることの、まあ、大きなメリットですよね、本当に。練習ばらけさせたらこんな光景ないわけですから、まあ、タックで拾えないみたいなことも全然あるんでね。まあ、こういうのを取ってくれてるのがありがたいと。で、試合、結局やる気もらって何に関わってるんだったっけ？ちょっと忘れちゃったんですけど、うん。全然いけてんね、本当に。経験点が出てるわ。やる気ボラ、マジでいらないのかな。で、もう一球種取れないか画策してるんですけど、まあ無理ですね。どれだけあがいてもあなたはいけません。まあ、悪いのはね、間違えて進化を取っちゃった自分です。うん、まあ呪うなら自分を呪えって話ですけど、まあしゃあないですね。うん、で、クイーン心と、まあさすがにこれはクイーン心かな。うん、いや、守備連か。いや、これは経験っていうのをでかい方選んでるんで、守備いったかな。いや、逆だ。クイーン心行きましたと。まあ、変化が欲しかったのかな。うん。で、球速と。はい。また3人来てくれましたね。うん。なんかもう驚かなくなりましたけど、めちゃめちゃありがたいことですから、これが。で、全然ね、そういうの来にくいわけですからね。本当にありがたい。で、精神がだだまり状況は、まあ、個人的にはあんまし、その、普通ではないですね。うん。普通じゃないっつうか、まあ一番マシな形ではある。敏捷に偏った形なんか本当に海岸で吐き出すぐらいしかないですから。で、コントロールのコツをちゃんともらって、でこれで、ね、超能力状態があと1ターンで、で、次の4ターン目でね、終わっちゃうんで、
そう、ちょっと中途半端な形で終わることになりましたけど、これはもう実質最後なんですよね。だから超能力状態、うん、で最後なんで、まあね、基礎能力とか特殊能力でね、最後のフェーズで吐き切るのもまあありだと思うんですけど、バランスよく吐き切れないということで、もう海岸でね、もう無駄な経験点をいっぱい使っちゃおうということで、まあ、とりあえずコツを取るだけ取って、まあ、余った経験点で、まあ、海岸しましょうねみたいなことですね。一応変化も上げられたんですけど、まあ、その分技術精神が食われるって考えると、まあ、こんだけ経験点残せばもうあとは、はい、海岸タイムですね、うん。まあ、これに関しては結構運要素なところはあるんですけど、まあ、しゃあないです。まあ技術重いんでないと、まあちょっと筋力技術足んないでないと、でみなぎる活力、まあ精神多く要するやつなんで文句はないですね、うん。で2回目と、まあ、基本的にまあ余った経験点と変化になります。まあ、街道も行ってよかったんだけどね、今考えると。で3回目出たのがまあ金縛り悪くないですね、うん。まあ敏捷を使っちゃうんですけど、敏捷なんかすぐ入りますから。で3回海岸できると、まあ、これがサイリーが今まで通り使われている理由。闘魂症、精神が重すぎるんでこれはスルー。ド根性、まあ、これはまあ若干精神がちょっとマシになったんで取りましたと。まあ、一応ね、次にリセット来るんで、これで、超能力状態で精神稼いで、でこの最後の生産の時に、ド根性は、そうですね、取ったって形ですね。うん、逆にここで取れなかったら、ど根性は取れなかったと思うんで、まあ、今の決断は結構悪くなかった。その海岸した時の決断とその後のね、練習に関しての、まあ、ある程度の判断力っていうのは、まあ、結構大事になってくるんで、今回はそれがいけたって感じですね。でもすでにこの時点で J ランクなんで、ほぼほぼ、まあ、更新ルートには乗ってますね。でこれはまあどっちもいいんですけど、まあこれですね、うん。まあ、最後なんで、うん、これで終わりましたと。まあ、あとは流しになってきますね。で、なんすけど、まあ、やっぱりあれですね、スタミナの時間をもうちょいしたかったっていうのはある。うん。で、今回も、3時半なんで、マジでちょっと眠くなってきたな、ずっと喋ってたら。以前動画で、1回寝たことあって、いきなりカニカマっていう謎の発言をしたことはあったんですけど、もうそんなことはないですね。うん。取り切るまで寝ません、はい。で勝ちましたと、うん、ちゃんと試合はカットします。で今回ちゃんと BGM つけてるんで偉いっすね、うん。で、はい、これね、そう、光るのはいいんですけど、まあ、スタミナがいかんせん光らないと、うん、感動くんにもうちょい頑張ってほしかったなとは思いますね、うん。まあしゃあないところではある。あと変化球ちゃんと取ってればなっていうのがマジでありますね。これは完全に自分が悪いと。でスタミナで光りましたと。でこれね、まあこっち行ったのか山口を捨てたのか、まあ、別に球速でも良かったんだけどな、うん。まあ直上げに期待って感じかな。でその心残りがあって、おそらくこれは変化を捨てて球速の方に行って、まあ、山口のコツを狙いに行くって感じですね。ただ山口ね、普通にこれコツすかした時の経験点をめちゃめちゃもらえてるんで、普通にタック程度にもらえてるんで、めちゃめちゃありがたいですねこれ、うん。タックの経験点ぐらい稼げてるんでね。で経験点バランスは全然悪くない。まあ、ちょっと技術変化が重いかな、多いかなって感じなんですけど、まあ、この辺はすぐになくなってくれるところではあるので、まあ、取れる分だけコツ取って、んで、はい。次に行きましょうみたいな感じですね、はい。で試合経験って今見たんですけど、この時点で3000か、さすが水木だな、はあ。まあ、山口とかはね、試合経験点ボーナス持ってないんで、そこら辺で相殺されそうな気がしますけど、でそれで気になるなら山口外して家具やりたら、多分もっと試合経験点が増すと思う。てかそもそもほかほかホリデーでやってたデッキでここできたら強いんじゃないかみたいなのもあるんですけどね。まあ、感動くんはどっかで入れないか、入れなきゃと思いますけど、このね、6分の5がほかほかホリデー高校テンプレートキャラクター経験者ですから、マジで強いね。うん。てか、運営がありがたいわ。その、2環境にわたって強く使わせてもらえるっていうのはありがたい。もう環境が変わって今まで頑張ってきた、例えばクイーン心をおじゃんにしますとかだったら多分炎上してたと思うんで、まあ、この辺はうまく立ち回ったのかなと思ってますね。で、最後の、スタミナ上げタイムに入りました。まあ、めちゃめちゃ上がったね。うん。でちょっと最後せこいことやろうとしてるんですけど、うん、上げて
あ、まだあれか、まだ1試合残ってるな。で勝ちましたと。4300か、めちゃめちゃ高いね。さすが水木の力。まあ、クイーンココロも試合経験点30だったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、確か30だった気がする。まあね、ところどころ試合経験点高いキャラが残ってくれてるって言ったような感じですね。一応ルーカスも 10% 持ってくれてるんだったっけ。でここで最後申し訳程度の経験点をもらって、これもね、チリツモなんでマジありがたいっすね。うん、ありがとう、本当にありがとう。でまあ見事に幕を閉じましたと。経験点はどんぐらい出たかというと、結局58万、まあ、約59万出たんで、今までのベストが54万だったんで、あの合わせの動画でね、それをね軽々と超えてきましたから、まあ、この強さは本物でしょう。で最後取れるだけ取って、まあ、もうすでにほぼ更新は確定してるんで、まあ、あとは適当に流し、まあ、適当ではないですけど、まあ、様子見ながら上げて上げてって感じですね。うん。未だにあれなんだよな。オリジンになった後の査定効率とか、やってないですけど。で、ここでまあ吟味しながらなんですけど、まあ、残り方も綺麗に残りましたね。うん。もうこれ多分取るものないやと思って、確定ボタン押すんですけど。なんでね、練習偏ってた割にはこういう感じで最後綺麗な経験点で終わってくれてるんで、ありがたいです。初めての J2 桁なんでありがたかったですね。それでも 20% なのは、これはみんな強すぎでしょう。まあほぼもう青天井リーグなんでね、まあ、しゃあないところはあるんですけど。でまあ自己最強ポイントを引き取ることができましたということで、最後入れ替えて終わるんで、まあこれはもういいかな。一応エースがね、まあ、9ランクかな ?8 ランク、8ランクだったんで、まあ、2ランク更新かけることできたんで、めちゃめちゃ強かったっていう動画でした。はい、皆さんも、なんでぜひ使ってみてください。ということで、次の動画でしょ。バイバイ。